というより何ですかそれ。あ、人が私の分も作ってくれたんですよ。一人分も二人分も変わらんからな。あーむ、おいしいです。弁当って彩りも大事ですよね。確かに。私はあなたを絶対に許しはしない。篠宮が暗殺者のような目を。